日本、アメリカ、オーストラリア、インド、カナダの5カ国で始まった。シードラゴン2021クワッドタスでの演習は、やはり南シナ海、極東アジアでも、重要な訓練の一つといえます。中国原潜狩りを想定した訓練で今回は、米原子力潜水艦シカゴが、敵となります。やはり日々の連携した訓練も、必要になってきます。イギリスやフランスなども参戦、ドイツもこの南シナ海、東シナ海に集まってきます。舞台は、日本を中心とした作戦が行われます。しかし、以前、韓国は、参加はしない状況で、日米で本格的な、韓国ソトシが行われてきます。どうするんでしょうかね。アメリカ海軍主催の対戦勝海合同演習、シードラゴンが2021年1月に、約2週間にわたってグアム沖で実施された。今年は日本、アメリカ、オーストラリア、カナダに加えて、日米豪印戦略隊は、クワッドのからの流れを受けて、インドも参加しての5カ国合同の演習となっている。海上自衛隊は、1月14日から、第1航空隊第12飛行隊、鹿児島県鹿屋基地の、固定翼哨戒機 P1 を、2機、人員約40名、指揮官、岡崎に佐派遣すると、発表していた。ホスト役のアメリカ海軍からは、哨戒飛行隊 FIVE-VP5 の B8A ポセイドン哨戒機2機が参加し、オーストラリア空軍、カナダ空軍、インド海軍の各哨戒機が参加した、この追戦線 ASW 訓練を兼ねたこの演習では、アメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦、シカゴ、SSN-721 を、模擬標的として、探知からの追跡、そして、攻撃までを行うもので、それぞれの技能を採点し、最優秀の部隊に、チャンピオンベルトとして、ドラゴンベルトが、授与されることになっている。この演習における実際の手順としては、様々な状況下において、訓練海域の上空からその部位を投下して、海中の潜水艦を探知し、逃げようとする潜水艦の追跡を行い、爆雷などで攻撃するとのシナリオを、各国の哨戒機が競い合うというもので、様々なセッションをこなしながら、ドラゴンベルトを目指して、競い合うことで、各国の哨戒技量を高めることが目的である。また、標的として参加するアメリカ海軍の潜水艦にとっても、固定翼哨戒機による探知や追跡を逃れる訓練として本気で逃げ回るために、双方にとって真剣勝負として身のある訓練となるのである。今年のシードラゴンには、昨年の最優秀として、ドラゴンベルトを獲得したニュージーランド海軍が参加しておらず、どこが、ドラゴンベルトを手にするかが話題になっていたが、カナダ空軍第407飛行隊の CP-140 オーロラの乗員が、最高ポイント叩き出し、ベルトを獲得した。また、このシードラゴンにおいては、潜水艦哨戒の技量を競い合うことだけではなく、各国の交流や運用上の工夫などの情報交換も重要であり、例えば、今回は、インド海軍とオーストラリア空軍の参加者は、この先に両国が
導入する予定である無人哨戒機 MQ-4 グローバルホークをアメリカ海軍が有人哨戒機と組み合わせての運用を実際に学ぶなどの交流が見られた。この訓練でホスト役のアメリカ海軍 VP-5 のパイロットであるリード・アルセタイーは、訓練期間中は各国の哨戒機クルー同士が技量を競い合いながら向上させることができ、私自身も他国のクルーからたくさんのことを学ぶことができたが、参加した各国の仲間がグアムを後にして帰国しても、水面下の脅威に対して最高のパフォーマンスを発揮することを願うとのコメントを出していて、哨戒技量の競い合いが訓練の質を高めていることについて語っている。ところで、昨年、シードラゴンに初めて参加した韓国海軍は、今年は、新型コロナウイルス感染拡大を理由として参加していないのだが、それは、あくまで、表向きの理由であるとの見方がほとんどである。そもそも、この合同演習、シードラゴンは、その発足段階から、中国やロシア、特に、海洋進出への野望が著しい中国の原子力潜水艦を対象として、その動きを牽制する意味があるとされているのだ。そこに来て、今年は、これまた、対中国を念頭に置いて動いているとされている、クアッドから、初めてインドが参加したことから、実施に対して中国が強く反発していたため、中国の顔色を気にする韓国が参加に二の足を踏んだと見る向きが多い。実際にクアッドに参加している日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国は南シナ海やインド洋の一帯での合同演習を繰り返し実施していて、中国が神経を尖らせているほか、日本、アメリカ、オーストラリアは新型コロナ禍の中、昨年1年間だけでも6回も合同演習を実施していて、同盟と中国との板挟みとなっている韓国は、不参加とすることで中国を刺激しないようにとの配慮があったのであろう。韓国は以前から経済は中国に頼り、安保はアメリカに頼る外交を展開してきた。その両国のどちらにも良い顔をしようとするためにジレンマに陥り、そのことで溜まったストレスを日本に向けて吐き出すことで解消しようとしているようにすら思えるほど過激で、そのことはプン・ザイ・トラ政権になってからより顕著になっていて、もはや一般の国民レベルでも反日感情の抑えが効かなくなっているのだ。しかし、アメリカと中国との対立が深まるにつれて、いよいよその立場は微妙なものとなりつつある。アメリカは、プン・ザイ・トラ政権の風見取りぶりには、半ば呆れながらも、中国を牽制するために、同盟の強化に向けて、さらに強い要求をしてくると思われ、例えば、クアッドへの参加などを求めてくることが考えられる。しかし、もしクアッドに参加することになれば、今度は中国が黙っているはずがなく、2016年にアメリカ軍の多度配備への報復措置として、土地を提供したロッテグループをはじめとする韓国企業への締め付けを強化したことで、韓国企業が大打撃を受けた時のような措置を取るであろうと思われるが、果たして韓国はどうするつもりなのであろうか。韓国国立外交院
外交保安研究所のキム教授は、バイデン大統領は、トランプ大統領と変わらずに、同盟に関して圧力をかけてくると予想され、これまでの二面外交は難しくなると述べている。近年、韓国は軽空母や原子力潜水艦の保有を検討し始めたと伝わってくるが、いずれも韓国の地政学から見て国防上必要な兵器ではないことは明白であり、アメリカから見れば中国との板挟みから脱却するために同盟から離れることを視野に入れているのかもしれないと考えるであろう。そのような危なっかしい同盟国に最新 AKF-35B や原子力潜水艦についての軍事情報を簡単に提供するとは思えず、あるいはもはや韓国を諦めた上での東太平洋戦略が立てられているのかもしれない。ネット上でも韓国とアメリカの今後の関係について不安視する声が多く、国際情勢を理解できず虚勢を張るだけの韓国への批判が上がっていて、韓国をシードラゴンに呼ぶ必要はない、同盟を組んでいると寝首を抱かれる。軽空母を作ってアメリカが F-35B を提供したら、中国や北朝鮮に情報がダダ漏れになるなど、いずれは中国の属国とされてしまうことを見越しているかのようである。今やクアッド4カ国にカナダ、イギリス、フランス、ニュージーランドを加えた東アジアにおける対中国網が形成されようとしている中に、韓国の存在感は薄く、アメリカの戦略地図に韓国はもはや載っていないのかもしれない。